こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日はホリデーシーズンに向けて、商品は何日まで発送可能か、この質問いただくんでですね、これについて目安をご紹介します。まずこれ、Amazon が公表しているカレンダーなんですけど、ホリデーシーズンの納品の目安、ブラックフライデー、サイバーマンデーのね、販売をする商品は、11月11日までに、Amazon の倉庫に到着させてくださいと。で、クリスマスまでに送りたい商品は12月4日までに Amazon の倉庫まで到着させてくださいというお知らせがあります。ですから、11月11日ということはですね、日本を11月の4日、あるいは5日、もしかしたら6日ぐらいに発送した商品が順調であれば到達する。この辺までは、大丈夫でしょうね。で、ところが、じゃあ12月4日に到着するように、11月27日に発送すると。こうなるとですね、もうこの時期税関混んでますんで、もしかしたら到着しない可能性があります。そんなわけで早め早めに納品してください。で、遅れちゃった場合もですね、ホリデーシーズンが終わっても売れる商品であれば別に、送っちゃっても問題ないです。ただし、ホリデーシーズンがやっぱ売れますんでね、ホリデーシーズン分の在庫だけじゃなくて、余ってもよしと、で、品切れを起こさないぐらい送るというつもりで送った方がいい結果が出ます。去年ね、多くの会員さんがおっしゃってたのは、こんなに売れるならもっと入れときゃよかったというのをやっぱりおっしゃってました。それと同じようにもう一個あったのがね、こんなに納品に時間かかるんですかというのもありました。納品というかね、納品も遅くなりますし、税関も遅くなるし、国内輸送も遅くなると、アメリカの国内輸送も遅くなると、すべてが遅くなりますんでね、早め早めに送った方がいいと。ですから今、補充商品ね、補充しようと思う商品が決まっているんであれば、もう今月中に、梱包してですね、来月早々には発送した方がいいです。それ以外でね、これ大量に入れようと思うんですけど、間に合うでしょうかというのは、また個別にご相談ください。今日はホリデーシーズンの納品期限についてでした。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。